チャールストンはアメリカ合衆国サウスカロライナ州南東部に位置する州内最古の港湾都市である。チャールストン軍軍長所在地で軍内の最大都市、バークレー軍に接する。チャールストン市はサウスカロライナの海岸線の中点のすぐ南に位置している。アシュレー川とクーパー川が合わさる河口にある。チャールストン港は中心街と大西洋の間にある。 イングランド王チャールズ2世の名にちなみ、チャールズタウンとして1670年にアシュレー川西岸に建設され、1680年に現在の場所に移された。現在の都市名は1783年に採用された。1690年時点でチャールストンは北アメリカで第5の都市だった。ちなみに他の大都市はフィラデルフィア、ニューヨーク、ボストン、 ケベックの各市である。1840年国勢調査の時点でもアメリカ合衆国の中で10位に入っていた。2010年の国勢調査によると人口は12万83人であり、サウスカロライナ州では州都のコロンビア市よりわずかに少なく第2位である。最近の傾向を見る限りでは州内でも成長速度の早い都市となっている。 チャールストンとノースチャールストンを含む都市圏人口は66万4607人を数え都市圏人口でも州内第2位である。この人口の80%近くは市内とその市街地域に住んでいる。聖なる市としても知られる。これは低層な都市景観を形作る有名な教会があり、その多くの戦闘が街のスカイラインとなっているからである。 また当初の13植民地の中でヒカトリックに限定していたとしても心境に対する寛容さを認めていた数少ない都市の一つだったという事実にもよっている。多くのユグノーがチャールストンに向かってきた。さらにチャールストンはユダヤ人にその信仰を制限なしに認めた最初期の植民地都市でもあった。百四十九年に設立されたカハルカドッシュベスエロヒムが 大陸アメリカ合衆国で4番目に古いユダヤ教習会所である。ブリス・ショロム・ベス・イスラエルはアメリカ合衆国南部で最古のユダヤ教政党派のシナゴーグであり、アシュケナジムによって19世紀半ばに建設された。エチケットに関する専門家で出版物も,も多いマージャベル・ヤング・スチュワートが1995年にチャールストン氏を全米でも最もマナーの良い都市に選んだ。 これは全米で最初の居住制裁判所があるという事実によっている。イングランド王チャールズ2世がオリバー・クロムウェルの五国教時代の後に大いに服し、1663年に植民地領主と呼ばれる8人の忠実な友人にカロライナ領地を特権的領土として認めた。植民地領主が入植の準備を整えるまでに7年間を要し、その最初の土地が チャールズタウンだった。1670年、イギリス人の軍落がアッシュレー川の西包み、現在の市街の数マイル北西の地に作られた。そこは植民地領主の一人、アントニーア・アシュリー・クーパーによって偉大なる港町とする地に選ばれた。1680年までにイングランドやバルバドス、バージニアからの植民者が増加し、半島にある現在地に移った。 カロライナ植民地の首都として、チャールストーンは、以後の発展の中心となり、16世紀後半のイギリスによる植民の最南端でもあった。植民者はしばしば海から、また陸からの攻撃にさらされることになった。イギリスに対しその地域の領有権を主張するスペインやフランスによる断続的な攻撃に加えて、インディアンの抵抗や海賊の襲撃も起こった。 防衛のためにその小さな入植地の周りに防御壁が作られた。当時の建物が二つ残っている。一つは火薬を貯蔵したパウダーマガジンであり、もう一つは酒場のピンクハウスである。1680年将来町が成長した時のために、正確で規則正しい町のモデルいわゆるグランドモデルが計画された。集会所通りやブロード通りの交差点の近くは、 市民広場のために取って置かれた。ここは長い間に法の四つ角と呼ばれるようになった。すなわち政府や宗教法の様々な機関がこの広場を再配止成長する街を取り仕切ったからである。チャールストン最古の著名な教会であるセントミカエルエピスコパル教会堂は1752年に南西宮に建てられた。その翌年、 植民地議会の議事堂が広場の向かいに建てられた。その市内でも顕著な場所と優美な建築で市民や訪れる者たちにイギリス植民地の中での重要性を印象づけるものとなった。地方裁判所が1階に議会室と総督理事会室が2階にあった。セントフィリップエピスコパール教会初期の開拓者は主にイングランドから来ていたが、 植民地時代のチャールストンは民族と宗教が混在してもいた。植民地時代はボストンと姉妹都市を結び、資産のある市民の中には夏をボストンで、冬はチャールストンで過ごす者もいた。バミューダやカリブ海諸島との交易も盛んで、これらの地域から移り住む者もいた。フランス人、スコットランド人、アイルランド人、それにドイツ人が発展する、 開港市に移民してきており、多くのプロテスタント会派の信者、カトリック教徒、ユダヤ教徒がいた。スペイン系ユダヤ人が多く移住してきたので、19世紀の初めから1830年頃まで、北、アメリカで最大かつ最も富んだユダヤ人社会を形成した。1762年に作られたユダヤ人のカミングストリート墓地は、 彼らの長期にわたる社会が存在したことの証である。最初のイングランド国教会の教会であるセントフィリップスエピスコパル教会は1682年に建てられたが火事で焼け現在ある場所に移された。奴隷たちも人口に占める比率が高かったが市内の宗教的社会では活発に活動した。自由国人の市民と奴隷たちが オールドベッセル合同メソジスト教会を1797年に建てる際に貢献し、1791年建立のエマヌエルアフリカンメソジストエピスコパル教会の会派は、自由人及び奴隷のアフリカ系アメリカ人でのみ構成された宗教集団から派生している。この教会は、南部で最古のアフリカンメソジストエピスコパル教会であり、 アメリカ合衆国全体でも2番目に古いものである。なお、アメリカで最初の博物館が1773年1月12日に開館された。18世紀半ばからは大量の移民がカロライナの内陸部に入った。チャールストーンを経由して入植した者も,もいれば、北部のバージニア、メリーランド、ペンシルベニアから入るものも多かった。 内陸部の人口は海岸地方のそれを上回るほどになった。これらの人々をチャールストン市民は多くの意味で宣伝されていないし関心の対象が異なるものと見ていたので、幾世代も経て内陸部の民とチャールストンのエリート層との間に圧力が生ずるようになった。18世紀半ばまでにチャールストンは活気あふれる貿易の中心地となった。南部植民地に向けた。 大西洋貿易の中継基地となり、フィラデルフィアより南では最も飛んだ大都市になった。1770年には、ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィアに次いで4番目の大きな港だった。人口は1万1000人で、その半数強が奴隷だった。チャールストンは鹿川貿易の中継点でもあった。実際にシカ川貿易は、チャールストン初期経済の基盤になった。 チェロキー族やクリーク族インディアンとの貿易に関する同盟により鹿川の確実な供給が約束された。1699年から1715年の間に毎年平均して5万4000枚の鹿川がチャールストンからヨーロッパに輸出された鹿川貿易の最高潮時だった1739年から1761年では、 水系で50万頭から125万頭の鹿が殺された。この同じ時期に、チャールストンから523万9350ポンドの鹿側が輸出されたという記録がある。鹿側は男性用の流行でありかつ実用的な乗馬用、バックスキンパンタロン、手袋及び本の背拍子に使われた。米とインディゴが海岸周辺の奴隷を所有する。 農園主によって栽培され成功していた。これらの作物や船舶用大大松材は大きな利益を生む造船業用に輸出された。当時のチャールストーンは南部の文化と経済の中心だった。チャールストーンが成長するにつれ文化的、社会的機会特に特権階級商人と農園主の機会も増大した。1736年に アメリカで最初の劇場が作られた。この建物は19世紀にプランターズホテルとなり、裕福な農園主が競馬シーズンに滞在するところとなった。事前団体がいくつかの民族集団により形成された。1737年にはフランスのユグノーにより、サウスカロライナ教会が1766年には、ジャーマンフレンドリー教会が1801年には、 アイルランド移民により、ハイバーニアン教会が創設された。1748年には、当時の科学的、哲学的問題についていくことを願う裕福な市民によって、チャールストン図書館協会が設立された。この団体は1770年、サウスカロライナでは、最古、全米でも13番目の大学、チャールストン大学の開設にも貢献した。 植民地人とイギリスとの関係が悪化すると、チャールストンはそれに続く革命の焦点となった。代表をなくして、課税なしの概念を体現する1773年の茶法に抗議して、チャールストン市民は茶を没収し、公益書と税関内に保管した。1774年、植民地のあらゆるところから、大陸会議に送る代表を選ぶために公益書に集まってきた。 代表はアメリカ独立宣言を起草する責務があった。サウスカロライナは公益所の会談でイギリスからの独立を宣言した。まもなく教会の戦闘、特にセントミカエル教会の戦闘がイギリス戦闘艦の標的にされたので、独立派の軍隊は夜の空に溶け込むようにその戦闘を黒で塗ってしまった。チャールストンは前後2回イギリス軍の攻撃目標となった。 どちらの場合もイギリス軍の戦略はイギリス王への忠誠を誓う王党派が軍事的にも支援してくれるという過程に立っていた。1776年6月28日、クリントン将軍は2000名の兵士と海軍戦隊を立ち連れチャールストンを占領しようとした。この時サウスカロライナの王党派も同時に決起することを期待していた。 これは戦争の行方を甘く見たものであり、海軍が大陸軍、特にウィリアム・ムールトリーの指揮するムールトリートリデのサウスカロライナ第二連隊に敗れ、失敗した。艦船の砲弾はまだ完成していなかったもののトリデの厚い松材の壁を貫き通すことができなかった。さらに土地の応答派がイギリス軍の機体に反して町の背後から攻撃することもなかった。 王党派の組織力が弱く、効果を上げられなかった。それでも1780年まで、王党派の避難民から焚き込まれた、ロンドンの交換は今度こそ、決起があるものと確信していた。クリントンは1779年2月に14000名の部隊と共に再度来襲した。大陸軍のベンジャミン・リンカーン将軍が罠にはまり、5400名の将兵全員が降伏した。 独立戦争では大陸軍最大の敗北である。捕獲を免れた大陸兵は沼の狐と呼ばれたフランシス・マリオンやアンドリュー・ピケンズの指揮する民兵隊と交流した。クリントンはコーンウォリス将軍に8000名の兵を託してニューヨークに戻った。コーンウォリスは大党派を集結させ植民地内に取りを作りイギリス王への連帯を誓わせた。 イギリス軍は1782年までチャールストン氏を支配した。イギリス軍が去ると1783年に氏の名前を公式にチャールストンに変えた。レインボー通り昔の奴隷市場博物館1788年までカロライナは憲法批准会議のために議事堂に返した。連邦政府に対する支持がある一方で新しい州の首都を選ぶ議論で分裂した。 会議中の議事堂で不審火が起こり、その後代表団は公益所に移り、コロンビアを新しい州都とすることを宣言した。1792年、議事堂が再建され、チャールストン軍庁舎となった。その完成時、市は植民地の首都から南部の中心地に合うように転換されるために必要とされるすべての公共的建物を所有していた。 次の世紀に建てられた多くの遺厳ある建物は多くのチャールストン市民が彼らの社会に感じている楽観論、誇り、市民の宿命を映し出すものになった。チャールストンはコロンビアに州都を譲ったものの独立戦争後にプランテーションによって立つ経済の繁栄を見ることになった。1793年のコットン人の発明は綿の生産方式を革新し、綿は サウスカロライナの主要輸出品となった。メンプランテーションは奴隷の労働に大きく依存していた。奴隷は市内でも主要な労働力であり、家事方向人、職人、市場労働者あるいは作業員として働いていた。多くの黒人はアフリカ系アメリカ人の使う言語構造でアフリカ語、フランス語、ドイツ語、英語、バハマ語、オランダ語の単語を組み合わせ、 アフリカ系の構造を持った方言であるガラゴを話した。1807年、チャールストン市場が創設された。そこはすぐに、アフリカ系アメリカ人の地域社会にとっての中心地となり、多くの奴隷や自由有色人種を定員とする店が、軒を連ねた。1820年、チャールストンの人口は2万3000人となったが、黒人の人口が過半数を占めた。 1822年に自由国人のデンマークビージーが計画した大規模な奴隷の反乱が露見し、チャールストンやカロライナの白人の間に起きた興奮状態によって、自由国人と奴隷の活動が著しく制限されることになった。何百人もの自由国人と奴隷、それに白人の支持者が反乱計画に関わっており、すべて刑務所に入れられた。このことがチャールストンに、 新しい州立兵器庫を作るきっかけとなった。最近ジョンズ・ホップキンス大学の歴史学者、マイケル・ P ・ジョンソンが発表した研究では、BEG が計画した奴隷の反乱に関する証言の正確さについて疑いを投げかけている。チャールストンの行政や社会、産業が成長するにつれ、地域社会の願望を支援するために商業的施設が作られた。 全米の銀行で2番目に古い建物を持つサウスカロライナ銀行は1798年に創立された。第一合衆国銀行と第二合衆国銀行の支店が1800年と1817年にそれぞれ開設された。第一合衆国銀行の建物は1818 18年に市庁舎となったが第二合衆国銀行の支店は 地域社会の活力となり国際貿易に必要な為替を扱える唯一の銀行となった。1840年、新鮮な肉などが毎日生産され、取り扱われる市場と倉庫が市の商業中心地となった。奴隷貿易もチャールストン港に頼っており、船から降ろされた奴隷も理解された。19世紀の前半、サウスカロライナは州の権限が 連邦政府の権威にまっさるという考えにはまり込んだ。海洋病院のような建物が議論に火をつけ、連邦政府はサウスカロライナの政府、社会、経済に関わるべきだということになった。この時期の連邦政府収入予算の90%以上は輸入品にかかる関税であり、チャールストンにもある税関が集めていた。1832年、サウスカロライナ議会は、 その頃に発行した関税法を対象として、州が連邦法を無効にできるという無効化条例を可決した。すぐに連邦軍の兵士がチャールストンの取り出に派遣され、軍の手で関税を集め始めた。この時は関税が徐々に減らされるという妥協が成立したが、州の権限に関する議論は次の数十年間に高まり続けた。 チャールストンは依然としてその地方で最も繁華な港であった。1849年、さらに新しく大きな政府の税関の建設が始まったが南北戦争によって中断された。1860年の大統領選挙に先立ち民主党の会合がチャールストンで開催された。ハイバーニアン会館はスティーブン・ダグラスを支持する大議員の本部となった。 ダグラスは拡大する奴隷制度問題について北部と南部の橋渡しをするものとして期待されていた。この会合ではどの候補者も3分の2以上の多数の支持を集めることができないまま散会した。この不和が民主党内に亀裂を生み共和党の候補エイブラハムリンカーンが選ばれることになった。南北戦争後のチャールストン、ミルズハウスと近くの建物の廃墟 前面には、砲弾で破壊された荷車とレンガ作り煙突の残骸が見えるキングストリート1910から1920エーブラハムリンカーンの大統領当選が決まった。あとの1860年12月20日、サウスカロライナ州議会は、連邦からの脱退第1号となることを決めた。その主張によると、原因の一つは、奴隷制度に敵対的な意見と目的を持つ者に、 大統領選挙の結果が決まったことであり、他にも様々な原因があるというものだった。1861年1月9日、チャールストン港に入ってきた連邦の船スター・オブ・ウエストに向かって、シタデル士官学校の士官候補生が砲弾を放った時が南北戦争の最初の重火である。4月12日、PLGT ボーリガード将軍に率いられた海岸砲台から、 港の中にある連邦支配下のサムター要塞に攻撃を仕掛けた。34時間に及ぶ砲撃の後、砦のロワート・アンダーソン少佐は降伏した。士官学校の士官や士官候補生はサムター要塞への砲撃の間に様々なアメリカ連合国軍砲台に割り振られた。士官学校は南北戦争中も学校としての運営を続けたが、士官候補生は コロンビアのアーセナル士官学校の士官候補生と、共に、サウスカロライナの軍事部門の一部となり、州士官候補生大隊を構成した。両校の士官候補生は、新兵の訓練、銃弾の製造、保護具の保管、連邦捕虜の警備などで連合国軍を支え続けた。1864年12月には、タリフィニークリークで、連合国軍への参加を命じられ、 前進してくる北軍の W.T. シャーマン将軍の部隊と対戦し、8人が戦死した。チャールストン氏は北軍に包囲されたが、サムター要塞は支配し続け、ここが封鎖ランナーの拠点となった。また、1864年2月17日、潜水艦の H.L. ハンディーが、北軍のアセス封鎖ーートニックに野臭をかけたのが、史上初めての潜水艦による、 攻撃の成功となった。1865年、北軍が市中に入る多くの場所を占拠した。例えば、南軍が戦争勃発時に占拠した合衆国兵器庫である。陸軍省は、下出る士官学校のグラウンドや建物も差し押さえた。ここは1882年に、ローレンス・イーマディチャックの指示で州に返還され。 士官学校として再開されるまで17年間も連邦軍駐屯地となった。最終的に南軍が敗れると連邦軍は市の再建機関チャールストンに駐在した。戦争は戦前の市の繁栄を破壊した。解放された奴隷は貧困と人種差別に直面した。製造業がゆっくりと回復し、住民が戻って活気を作り人口が増えた。 市の経済が改善されると、市民たちは公共機関も復活するべく働きかけた。1867年チャールストンで最初の黒人のための中等学校が設立された。アベリー校である。シャーマン将軍が合衆国兵機構ポーター士官学校に転換するための支援を行った。ここでは元兵士や戦争による孤児や貧窮層の少年の教育を行った。 ポーター士官学校は後にゴードコート合併し、現在はよく知られている幼稚園生から12年生までの予備校となっている。恒例寝たきり者の介護施設、ウィリアム・エンストン・ホームズは1889年に建設された。解放奴隷の J テーラーパーソンがこの家を設計し、何年か後にレコンストラクション後の保守マネジャーとして、それを平和的に明け渡した。 合衆国郵便局と裁判所が1896年に完成し、市中心部の新しい生活のシンボルとなった。1886年チャールストンはマグニチュード7.5の地震に見舞われ多くの建物が破壊された。この地震は遠く北のボストン、北西のシカゴやミルウォーキー、西のニューオーリンズ、南のキューバや遥か東のバミューダでも感じられた。 損壊した建物は2000棟、被害額は600万ドルに達した。当時の全市の建物の価値はおよそ2400万ドルだった。多くの火事、ハリケーン、竜巻、何度かの戦争と20世紀の市街地の更新を経て、今日でも多くの歴史的建造物が無傷で残っている。マーケットホール、集会所通りと市場通りに位置する。現在は、 南軍の娘たちが使用するシティマーケットは人気のある観光地になっている。20世紀の数十年間、チャールストーンは経済的に衰退していたが、大規模な軍隊が中屯することで地元経済を支え続けていた。1969年のチャールストン病院ストライキは公民権運動の中でも最後の大きな出来事であり、ラルフはバーナシー。 コレッタ・スコット・キング、アンドリュー・ヤングなどの著名人が、地元のメアリー・ムールトリーと共に更新した。この時の話は、トム・デントの著書、南部の旅に書かれている。現市長のジョセフ・ P ・ライリー・ジュニアが1975年に当選して、現代のルネサンスが始まった。ライリーは、チャールストンの経済と文化遺産を再生する主要提唱者であり続けている。 20世紀の最後の30年間で、市内に新しい投資があり、市による多くの歴史保存への改良や関与があった。この動きは1989年のハリケーン融合によっても遅らされることなく、現在でも続いている。1989年のハリケーン融合では、金号のマクレランビルの被害が一番ひどかったが、チャールストンの歴史地区の建物の4分の3も損壊した。 このハリケーンの被害額は28億ドルに達した。チャールストン氏はハリケーン後にかなり急速に回復することができ、人口も成長して2008年推計で126,567人に達した。1993年、チャールストン空軍基地で C-17 グローブマスター3輸送機の代替が世界で初めて作られた。2004年、 サウスカロライナ医科大学に代わって、スパワー、アメリカ海軍宇宙開示システム指令所は、チャールストン都市圏で最大の雇用種となった。チャールストンは総合通信外来患者薬局の所在地である。これは、退役軍人局が温度を取り、合衆国中の戦略地点でコンピューターを使い、退役軍人にメールで処方箋を取り扱うものである。チャールストン近辺の大河と、 港チャールストーンは、北緯32度78分00秒整形79度93分00秒、北緯33.3000度整形80.5500度、33.3000-80.5500座標、緯度の分が60以上です。座標、経度の分が60以上です。コーディネーツ、緯度の値が無効ですに位置する。 アメリカ合衆国国政調査局によると、総面積は347.5平方キロメートル、陸地面積は251.2平方キロメートル、水域44.3平方キロメートルである。水域比率15%である。古い市街は半島にあり、市民の言い方では、アシュレー川とクーパー川が合わさって、大西洋を作るところにある。半島全体は、高度が低く。 埋め立てられたところもある。激しい雨、高波や異常な高潮で、しばしば洪水を起こした。市の境界は、半島からアシュレー川に沿って広がり、ウェストアシュレーの大半とジェームズ島やジョンズ島の部分を含んでいる。クーパー川沿いではダニエル島とケインホイ地区を含んでいる。半島の北はノースチャールストンとなり、クーパー川の東の地にはマウントプレザントがある。 漢字を河川は沈水海岸の証拠である。還元すれば、元々の川は川床が低く、海洋が隆起するか陸地が沈降したために地形が変化した。チャールストン港の入り口には沈降した川のデルタがあり、川は深く港に適している。海洋の隆起は氷河期の終わりに氷河が溶けたことによると思われる。チャールストンは温暖湿潤気候にあり、 冬は温暖だが、夏は暑くて湿度が高く、一年中そこそこの降雨がある。夏は雨の多い季節であり、雷雨が多くて、年間降水量のほぼ半分は、夏の間に記録されている。秋は11月まで、比較的暖かい。冬は短く温暖であり、時たま降雨があるのが特徴である。雪はめったに降ることはないが、2010年2月12日に3.4インチの、 降雪があり、これは20年振りのこととなった。過去最高気温は1985年6月2日の過詞104度であり、過去最低気温は1985年1月21日の過詞10度だった。毎年夏と初週はハリケーンが大きな脅威であり1989年のハリケーン融合をはじめとして何度も強烈なハリケーンに見舞われてきた。 1761年には大きな竜巻が起こり、一時的にアシュレー川を滑水させ、海岸の幹線五隻を沈めた。チャールストンノースチャールストンサマービル都市圏は、チャールストン軍、バークレー軍、ドーチェスター軍及び、コレトン軍の4軍で構成される。2005年の推計で、都市圏人口は63万4568人だった。 チャールストンにはいくつかの大きな郊外都市がある。ノースチャールストーンは、チャールストンと並ぶ人口があり、州内第3の都市である。マウントプレザントとサマービルがそれに次ぐ都市である。これらの都市とチャールストン周辺の編入済みあるいは未編入の地域を組み合わせて、チャールストンノースチャールストン市街地となり、2000年時点の人口は42万3410人だった。 この人口はコロンビア都市圏より少し大きく、チャールストンノースチャールストンサマービル都市圏は、州内第一位の都市圏になっている。この都市圏は、バークレー郡、モンクスコーナーという別のかなり小さな都市部も含んでいる。レコンストラクションまでは、伝統的な教区制以降は、軍制となった。それにもかかわらず、教区制は、 ある程度存続し、主に公共事業地区として用いられている。チャールストンの旧市街はもともとセントフィリップセントミカエルの教区だった。現在でもセントジェームズ、セントジョージ、セントンリューズ、セントジョンの各教区が存在し、あとの2教区は大半がまだ田舎の編入済み教区である。人種、民族構成は白人70.2%、 アフリカ系アメリカ人25.4%、アジア系アメリカ人1.6%、ヒスパニック2.9%である。チャールストンは強い市長と市政委員会の形態をとり、市長が主管理者かつ市政の行政官として行動している。市長は市政委員会を主催し、委員と同等の投票権がある。委員会は 市内12の選挙区から各1人選出される12人の委員で構成されている。消防署チャールストン市消防局の消防署、チャールストン市消防局には市内にわらまかれた10個、中隊237人の消防士がいる。警察署チャールストン市警察局には382人の警官、137人の文民及び27人の予備警官がおり、 州内最大の警察組織となっている。薬物使用やギャングの暴力を取り締まる手続きは他の都市のモデルとして使われている。2005年の FBI 犯罪リポートによれば、チャールストンの犯罪発生率はほとんどすべてのカテゴリーで国内平均より悪くなっている。救急医療と病院チャールストン市の救急医療サービスは、チャールストン郡救急医療サービスとバークレー郡。 救急医療サービスが行っている。チャールストンは、州東部の医療中心になっている。中心街だけで、サウスカロライナ医科大学病院、ラルフ・ h ジョンソン病院及び、ローパー病院という総合病院がある。サウスカロライナ医科大学は、州内初かつ、最大の医科大学であり、合衆国内で継続されているものとしては6番目に、古い。中心街の医療地区は、 バイオテクノロジーや医療研究分野が主要病院の拡大とともに急速な成長を遂げている。さらに市内や都市圏の他の場所に位置するボーン、セコールセントフランシスザビエル病院、トライデント病院及びイーストクーパー地域病院のような総合病院でも拡張計画が進行中である。下表はモーガン・クイットノがアメリカで最も危険な都市ランキングの計算に用いる6つの 犯罪カテゴリーでチャールストンの犯罪率を全国平均との対比で示したものである。この統計は実際の犯罪発生件数ではなく人口10万人あたりの発生件数で示されている。チャールストンの犯罪率は1999年以降全体として減少している。 1999年時点の人口10万人あたり、犯罪発生件数は597.1だった。全米平均は320.9である。2007年のチャールストンの犯罪指数は430.9まで減少した。連邦議会クォーターリープレス2008年都市圏、犯罪率ランキングによれば、7万5000人以上の都市の中でチャールストンは、 危険な方から124番目だった。しかし、チャールストンのスチャールストン都市圏全体では、さらに悪く、第21位である。2015年6月17日には、市内の教会で、銃撃事件が発生し、一人が負傷、9人が死亡した。現代のチャールストンは、かなりの数の高級ホテル、チェーンホテル、宿屋、朝食付き宿泊所があり、 また多くの賞を獲得したレストランや高級品店がある著名な観光地となっている。スペインコケで覆われたリブ多くの並木のある街路や至るところにサウスカロライナ州の周期であるサバルヤ市があることで有名である。レインボーローと呼ばれる水際の一帯には多くの美しく歴史のあるパステルカラーの家が並んでいる。チャールストン港は今でも重要な港であり、 アメリカ合衆国先海岸で2番目、北米でも4番目のコンテナ取扱い校である。情報技術の職と会社にとっても重要な立地となり、ブラックボー、モデュラント、CSS 及びベネフィットフォーカスといった会社が集まっている。チャールストンは芸術分野でも重要であり、雑誌アメリカンスタイルでは芸術中心25ケの中に挙げられている。 キングストリートのミスチャールストンプレイスチャールストンの経済は主に繁栄する港と観光によっている。多くの大企業の本社もある。2005年に完成したアーサー・ラベネル・ジュニア橋。シャバリー橋としては西半球で最大。空港チャールストンはチャールストン国際空港が利用可能であり、サウスカロライナ州では最も利用される旅客空港である。 この空港は隣接するチャールストン空軍基地と滑走路を共有しており、ノースチャールストン市の中心街に位置している。週刊高速道路、週刊高速道路26号線が市の北西部から入っており、空港、週刊高速道路95号線及びコロンビアとをつないでいる。26号線は中心街のセプティマクラークエクスプレスウェイで終わっており、そこから 半島の3分の2を横切った後に、アーサー・ラベネル・ジュニア橋に入る。この橋とセプティマ・クラーク・エクスプレスウェイは、アメリカ国道17号線の一部であり、チャールストン市内とマウント・プレザントを東西に走っている。週間高速道路526号線、別名マーク・クラーク・エクスプレスウェイは市内を半円状に取り巻いている。アメリカ国道十二号線が、ミーティング通り、 その視線がイーストベイ通りであり、イーストサイドを離れるとモリソンドライブに変わる。この道路は市内のネック地域でキング通りと合流し、リバーズアベニューとなる。アメリカ国道78号線は中心街でキング通りであり、ミーティング通りと合流してリバーズアベニューとなる。アーサー・ラベネル・ジュニア橋クーパーガーに架かるアーサー・ラベネル・ジュニア橋は2005年7月16日に開通し、 アメリカ大陸で最長のシャバリ橋となった。この橋でマウントプレザントとチャールストン中心街をつないでおり、8車線と12フィートの歩行者、自転車道が備えられている。1929年に架けられたグレース記念橋と1966年に架けられたサイラス・エヌ・ピアマン橋に変わるものとなった。これら古い橋はアメリカでも危険度の高いものと、 考えられていたので、新橋が開通した後に解体された。チャールストン地域交通公社市内では、チャールストン地域交通公社が運行するバス便が利用できる。都心部の大半には定期運行便があり、ラックライド制度の一部として自転車をかけるラックがバスに装備されている。バスは歴史ある中心街の名称を結び、 中心街を走るトロリーバスは電話連絡を受けて、歩道端で身体障害者を拾うサービスも行っている。市内や都市圏の電園部は、バークレイ・チャールストン・ローチェスター電園、交通管理協会が運行する別のバス便が使える。これは通常トリカウンティリンクと呼ばれている。コロンバス・ストリート・ターミナル、南西から望むチャールストン港には5つのターミナルがある。3つは港にあり、 残り二つは、チャールストン港のマキタクーパー側にある。港は、サプライチェーン・イグゼクティブによって、顧客満足度北米一番に格付けされた。港の活動は、チャールストンの収入源として観光業に次いで、第二位である。ユニオンピアターミナルには、クルーズ船乗客ターミナルもあり、毎年多くのクルーズ船が発着している。2010年5月、 カーニバルクルーズラインのファンタジーがチャールストンを母校とすることになり、毎週バハマとキーウェスト、さらにはバミューダへのクルーズを提供している。セレブリティクルーズラインのマーキュリーも年に数回チャールストン港を出港する。ユニオンピアターミナルからは、毎週のファンタジーの出港に加えて、2010年に67回の入出港がある。サンバシチャールストンの特徴ある方言は、 その持っている単一の特性ゆえに南部や他の地区で長い間注目を集めてきた。数ある南部方言の中でも唯一チャールストンの人は伝統的に超音の中意母音を半母音化し、特定の環境では i や o の語尾を持ち上げ、R の発音をしない。チャールストン方言のこの特徴は初期の移民であるフランスのユグノーやスペイン系。 ユダヤ人によると考える者がいる。どちらも、ジャールストンの発展と歴史に大きな役割を演じた。しかし、ガラ言語を話すアフリカ系アメリカ人の高い集中度を考えれば、この言語パターンは、ガラのアフリカ系アメリカ人社会の方言から多くの影響を受けたと考えることもできる。今日でも、土地のアフリカ系アメリカ人の間ではガラ言語と方言が話されている。 しかし、地域の発展が早いために特に終焉の当初部では、その特徴が、ゆっくりと消えていっている。チャールストンの初期方言に光を投げかけたのは、シルベスタープライマーの表した、チャールストン地方気質チャールストンプロビンシャリザムズと、チャールストン地方気質における、ユグノーの要素ザユグノーエレメントインチャールストン S プロビンシャリザムズである。チャールストンの言語パターンに対するスペイン系。 ユダヤ人の影響については、今後の研究を待たねばならない。ローマカトリック教会のセント・ジョン・ザ・バプテスト大聖堂の昔の写真チャールストンは、多くの教会と宗派があることで注目されてきた。アメリカ合衆国では7番目に古い教区である、ローマカトリック教会チャールストン教区の本部がある。著名な司祭で、進学博士のジョン・イングランドが、市内では、初のカトリック司祭だった。 また、聖光海サウスカロライナ教区の本拠地でもある。アメリカで二つしか残っていないユグノーの教会のうち一つがある。これは現在もプロテスタントの会派に属することでは唯一である。市内には多くのよく知られた教会、大聖堂及びシナゴーグがある。教会の戦闘が市のスカイラインを形作ることが市のニックネームであるホーリーシティの理由の一つである。 チャールストンは歴史的に新世界でも最も宗教的に寛容な都市だった。最近チャールストンに本部を置く聖公会サウスカロライナ教区がイングランド国教会分裂の動きに重要な役割を演じるようになった。アメリカ合衆国とカナダのセブンスデイ・バプティスト総局における唯一のアフリカ系アメリカ人セブンスデーバプティスト教会が市内にある。 チャールストンの第一バプテスト教会は南部で最古のバプテスト教会であり南部に残存する唯一のものである。幼稚園生から12年生までの学校にも使われている。チャールストンには多くのまた歴史的なユダヤ人住民もいる。改革派ユダヤ教運動のアメリカ支部がチャールストンのシナゴーグカハルカドシュベスエロヒムで設立された。大陸アメリカ合衆国では ニューヨーク、ニューポート及びサバンナのものに次いで4番目に古いユダヤ教教会である。チャールストンは毎年スポレートフェスティバルを主催する。これは様々な分野のアーティストによる100以上の作品を出展する17日間の芸術祭である。他にクーパー川バシランニング大会やモヤ芸術祭もある。モヤ芸術祭はアフリカ系アメリカ人とカリブ海諸国の美術。 音楽、文化の2週間の祝典である。文化遺ギップスガロー古い植民地の都市として、チャールストンには様々な美術館及び歴史的な見どころがある。地域の日刊紙はザ・ポスト・アンド・オクーリエである。他にチャールストン・シティ・ペーパーとザ・チャールストン・リージョナル・ビジネス・ジャーナルがある。月刊誌では、チャールストンが首都終焉の地区の文化的生活を紹介する。 ウェブサイトザ・チャールストン・クリスタル・ボールの本部でもある。このサイトは音楽会場のライブ映像や地域及びキングのホーリー海岸の映像を流している。チャールストンには多くの地域テレビやラジオのつぼねがある。その他著名なスポーツ会場としてはジョンソン・ヘイグッド・スタジアムやチャールストン・カレッジのカロライナ・ファーストセンターがある。カロライナ・ファーストセンターは5700人収容で、 学校のバスケットボールやバレーボールのチームが利用している。チャールストンは南部の歴史ある風景があることで、チャールストンを舞台にしたものはもとより大体地としても映画やテレビの撮影場所として人気がある。さらに、下記のような多くの小説や戯曲などでもその舞台になってきた。チャールストン氏の大半はチャールストン軍に入っているので、公共教育は チャールストン郡教育学区が運営している。しかし、北部の一部はバークレー郡教育学区が運営している。多くの宗教系私立学校がある他にアカデミックマグネットスクールがあり、全米で第1位にランクされるマグネット高校である。高等教育機関としてはチャールストンカレッジやシタデルシ士官学校がある。チャールストンサザン大学は南部バプティスト連盟の私立大学である。 法科系学校のチャールストン法科ーースクール、医療系のサウスカロライナ医科大学もある。ローパー病院看護学校やトライデント効果カレッジ、及びウェブスター大学支所も市内にある。サウスカロライナ州にある公立大学の学位をチャールストンのローカウントリーグラデュエートセンターで取得できる。また建築学学士号を与えられる国内唯一の カレッジであるアメリカ建築学カレッジが市内にある。最近できた学校としては、中心街ノースマーケット通りに位置するチャールストン芸術学校がある。チャールストンは数多くの島や諸島に囲まれる半島であり、チャールストン都市圏を構成している。チャールストン市は半島の主要部と西アシュレー及び東クーパーを含んでいる。 マリオン広場に隣接するサウスカロライナ州立武器湖、チャールストーンは海外、国内各一都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。